ども皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、ちょっと今日声ガサガサなんですけど、カラオケに行ってまいりまして、ちょっとね熱唱しすぎてね、あのグリーンのオレンジとか本気で歌ってしまったので、ちょっとだいぶね喉にダメージがあるんですが、まあ、とりあえずね、そのダメージ後の、まあ、喉でね、動画撮っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、本日ねサムネとタイトルにもなってると思うんですが、神野良がですね多すぎる件について話していこうと思います。いや本当にね、もうマジでありがたいことなんですけど、もう最近破産間際でね、僕がなぜねギリギリで踏ん張れてるかっていうと、もう野良の方が神すぎる。はい、今回もですね、このねサプライ変換のところにね P31207112113 さんがね返してくれました。この M995 弾と謎のバッグを。はい、ということで、ちょバッグね開封していきたいと思います。これさ、受け取った時にね、このバッグがね、あのしぼんでたら何も入ってないってことなんですが、これ広がったままね入ってるってことは、これ中にあるんですよ。ちょっと皆さんと一緒にね見ていきましょう。さあ、それでは参ります。オープニングセレモニーってことで、ありがとう。ヘルメットまで、さらにリグがありますね。そしてリグも膨らんでると。こん中身は何でしょうか。さあ開けますよ、ほれ。おい、マジか。 MKK5 段帰ってきました。これあのミニの時のやつだな。ミニ本体はまあ安いんでいらないんですけど、いやマジか。あ、そういうことか。僕これ動画をね、撮る前にこの AN94 作ってたんですけど、この後ろについてるストックさ、多分返してもらってたやつな。なんか知んないけどね、安くこの AN94 が作ることができたんですけど、そういうことですか。今謎が全て解き明かされました。このストックの部分はね、多分前回ミニについてたストックを返してもらってて、それが、まあ、付けられたわけですわ。はい、ってことで、こちらを使って本日はねもうやっていこうと思います。なんかさ、今までね僕野良のことをさ、ただの肉壁としか思ってなくて、敵を見つけたとか言ってね嘘をついてさ、まあ、惑わしてたんですけど、もうこれからはねそんなことは一切せずに、なんかいい環境を作っていきたいなと思って、野良の方と共に僕たちがね相手にとって神野良になることによって、その相手もまた別の人にね神野良になっていくっていう、これ広げましょうよ、いい流れを。はい、ってことで、僕は今回貢献するためのやつをね作ってまいりました。基本ステータス垂直80の水平78、エルゴノミ52で精度が72、腰打ち安定度73の有効射程が120っていう化け物。はい、今回はこの AN94、まあ、久しぶりの登場なんですが、精度をね生かした、もう敵をですね、コッパみじんにして、もう味方を援護する。もうこれからはね野良の方と協力して、ちょっと自己中ムーブをね抑えていこうかなって思って、まあ、やっていこうと思います。はい、ということでね、早速射撃場の方にやってまいりましたので、まずはノンレコイルバージョンで撃っていこうと思います。まあこんな感じ。いや、お久しぶりですね AN943。 はい、まあ初弾がね2点バーストになるっていう特徴は、まあ、相変わらず健在だと思うんですが、まあ、最近全然ね遊んでなかった。はい、まあこれシーズン2に追加されたのかな。まあシーズン2のね僕の相棒武器と言ってもいいんですが、まあシーズン3は何かな。まあ M4A1 かな、一番使った武器は。シーズン1は F2000 なんですけど、まあ僕はこのようにね結構弱々武器をまあ使ってね敵をしばいてきたわけですが、いやマジでこれ強いよ、本当に精度えぐいって、普通にやばい。もうこの精度があればさ、もう AR っていうか、もう本当に DMR だよな。なんかよくわかんないけど、精度悪かったわ、最後。バイ。はい、ということでですね、秒速 12cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いします。いやー、今日はね、カラオケ行ってきたんですけど、僕、カラオケ大好き人間でね、大学生の頃はね、週6とか7で行ってました。はい。もうね、午前中、空きコマ作って、もう朝からね、昼まで、もうぶっ通しでフリータイムでね、歌い散らかしていて、まあ、あの大学生になるまでね僕カラオケ行ったことなかったんですよ。やっぱり恥ずかしいじゃないですか。友達とかにね、まあ、誘われても、いや俺はちょっと行かねえわっつって、カラオケだけは避けてきた人生だったんですけど、まあなんか大学生になってね、まあ、吹っ切れて行ってみたところ、ドハマりしてしまって、最初はさ、なんか採点とかもね70とか80としか出ないんですよ。でもなんか行けばね行くほど、やっぱね歌えば歌うほどね上がっていくんですよね、カラオケの精度っていうものは。
まあ、だから、まあ、今回はね、精度高いこの AN94 を持ってきたってわけさ、繋がってるんですよね。で今回ね、まあ、一番得点出たのは、なんだっけあれ、虹。アクアタイムズの虹ね、93点出ました。えぐすぎる、本当に。僕と一緒にカラオケ行ったら、もうね、みんなスタンディングオベーションすること間違いありません。かなりね、カラオケに対しては、もう時間を使ってきてますので、もう精度が高い。うん。まあ、あと結構気持ちよい歌い方するからね、僕結構モノマネ系なんで、結構本家にね、まあ、似せて歌いますね。はい。まあ、歌い方って人それぞれあると思うんだけどさ、まあ、特にカラオケってね、色が出ると思うんですけれども、まあ、僕はね、なんかカラオケの歌い方っていうよりかは、本気にね、真似て歌うっていう、僕の中でね、最近流行ってる曲はですね、まあ、裸の勇者、バウンディとね、あとあれだわ、スペシャライズ、スペシャルズっていうのを、ちょっと読み方わかんないんですけど、キングヌーのね、スペシャライズがね、めちゃめちゃ自分の中で来ているってことで、やっていきましょうか。いやマジでさ、ちょっとカラオケで気持ちよくなってるから、とりあえず僕ね、敵をぶち56していく。てかさ、自己中ムーブ走ってたわ。まずいまずいまずい。今回野良の方をね、しっかりとまあキャリーするっていうのが、まあ、僕の中でのね、目標なので、まずは近づいてあげないといけないわけよ。ちょっと待ってくれ、どこにいるのそれ。なんかいるな、そっち側でも鳴ってるよなそれ。マイナス1ナイス、素晴らしい。ちょっと待って、どこなのそれ。ちょっとロケーションマーキング見ていいですか。答えは聞いてない、僕が見る。そっちか、了解した。じゃあ僕さ、こっから回ってあげよっか。これしっかりと展開してあげて、領域展開からのキングヌーのスペシャライズを歌っていきましょう。まずはこっち側がっこり回ってあげて、右回りからの、ちょっともう近くにいるんじゃないのあいつか。はいはいはい、いましたいましたいました。はい、待て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 、ちょっとまずいかも。銃声出したの相当まずいかも。握手かも。あ、いたんわ。あ、まずい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 。最悪、もうちょっと進んどきゃよかった。これはめんどくさい。ただ、あ、待って。大丈夫か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 、サンバさん。ちょい待てよ。ちょい待てよ。マジでどこ行ったあいつ。あいつあんな奥まで行くか。あ、もうマジか。RV パーク入られたな、あれ。くっそ。まあ、でもそれ情報共有しとこっか、一応。絶対した方がよな。そうに決まってる。とりあえずここに行ったぞ。はい、そん中いりますね。敵見つけたわ。はい、まずは敵見つけた案件からの、基本的にはフルなので、まだマガズインリロードタイムはしなくてよくて、あいつちょっと芝こっか。あ、軽装だからな。絶対やるわ。もうこれね、がっこり攻めてあげます。あ、エナジーゾリンコガブ飲みタイムが、リグの中にないので、とりあえずね、徒歩で行きましょう。怖い。これマジでさ、ログハウスの中とかいたら相当たるいな。嫌ですよね、本当に。さ、なんかこれスカブとやり合ってるかもしかして。あ、待って待って待って、お前誰？お前誰本当に。はははよくわからんけど、なんかいたな。はい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 。それ足丸見えですよ。あ、ちょっと待って、マジで。お前絶対しばきたい。実家ここでマガジンリロードタイム冷静に決めてあげて、そして、僕は学んでるわけよ。ここでグレネードをがっこりと投げてあげる。これ大事。はい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 。飛びねえ、飛んだだろ、行ったか。はいはい。全然飛んでない。ちょ、待って待って待って、お前足見えてんだよ、それ。足をしっかりと縛いてあげたい。オッケー、やったか。やったやったやった。はい、完璧。とりあえず1枚やってやったぜ。これは精度丸。さあ、とりあえず、君し、あ、ばばばば、あっぶねあっぶねあっぶね。ちょ、待って待って待って、一回引くわ。危ない。ちょっと味方、すいません、助けてください。さあ、なんか知んないけど、家中から撃たれた。いっつぁ。でも、まあ、回避能力30丸。さあ、とりあえずマイナス1言っときましょうか。はい、オッケー。素晴らしい。こうやって連携していくわけよ。ただ、まだ1枚いるぞと。こん中にいるよ。そっち気をつけな、マジで。みんな。そこいるからな。はい、2番さん詰めてくれんの相当ありがたし。やっちゃいな。4番さんと2番さんでやっちゃっても、それ。いないか。どこにいるの、どこ、あ、いたいたいた、アップね、アップな。オッケー、芝居たま。はい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 。こういうことなんです。絶対取るなよ。さあ、ということでね、まずはベクターをしばいてあげて、そしてリグをゲットして、バックパックの中身も見ましょうか。これ一応。始まった始まった始まった。これなんだこれ。とりあえずですね、僕はこいつをしばきて、どこ行った？あれどこだ？あれ俺がしばいたやつどっか消えたか？あれ？俺どこでしばいたっけ？いたよな、ここ。嘘嘘嘘、消えたんだけど。え？なに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 、どこ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 、あれ、俺が縛ったやつ、ここか。あ、びっくりした。マジで焦った。はい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 。あ、ミニか。おま。おま、これ。
やっぱミニ流行ってんの、もしかして。マジっすか。ああ、待って待って待って、マジで待って、やめて、本当に今撮らないでこれ、ミニ。ちょっとマジで本当やめてください。あ、てかさ、これミニさ、あ、まあ、いっか。はい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 、こい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 、赤アイテムじゃなかったけど、まあ嬉しい、それは普通になんか嬉しいわ。で、リグの中身もちょっと見てあげましょうかね。ちょ、こっちも調べさせてくれねえかな。ちょ、エナジーゾリンコガブ飲みタイムは、まあ、もらっておいて、まあ、こっちしばいて、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 これもらって。で、ちょっとポケットの中身も見ましょうか。はい、うまい。うまくない。ポケットの中身は、まあ、しょっぱい。ちょっと、ミニトップ、うん、300円。これ、ちょっと欲しいな。8000円これ欲しいな。いや、それだけ欲しいな。ちょっとパーツ欲しいか、若干。ちょっと欲しさあるので。じゃあこれどうするかというと、こっちにくっつけてあげて、ちょっと待って。これさ、一回全部これくっつけて、こうして、知るか。俺はもう帰るんじゃ。もううまいから、わしゃ帰る。ってことで、こうして、こうして、で、ここにさらにこっちぶっこんで、あ、完璧、完璧。じゃあそしてさらに、どうするかというと、こっち開いて、これをこうして、こうして、くしゃみもしてあげたところで、これを拾って拾って、もう鎮痛まで持ってくっていう強欲っぷり。もうこれでいいでしょう。あ、完璧ですよ。鎮痛も最後飲んじゃおっか。はい、再戦ありがとうございました。ということで、僕はもう知らん、帰るわ。誰が協力するか。俺はもううまいから帰るんじゃ。すまん、ドラのみんな。僕は帰る。あ、みんななんかもう行ってんの、なんかおのおの帰ってんな。3番さんも帰ってるし、まあ、じいじ。まあ、これはこれでいいでしょう。まあ、だいぶね、貢献したんじゃないでしょうか。はい。ってことで、まあ、普通にね、帰っていくわけよ。まあ、うまい時に帰らないとね、いつ帰るのってことなんで、今でしょう。絶対帰るなら今でしょう。はい。ということでね、なんかよくわかんないけど、帰っちゃいました。対戦、ありがとうございます。はい。ということでですね、本日の最終結果は、こちら。14万円。これだよ、これ。AP 弾、うますぎ案件。ってことで、やっぱり風作だよな。もう風作がね、ひたすらに楽しい。以上、こんがりでした。じゃな、じじー。